ふ。食金が入ればアルハイゼンの家から引っ越せる。全部丸見えね。試合の残酷さというものを先輩がお前たちに教えてやろう。私にメーロン派を代表する資格なんか。気になっていたんですが、ファルザン先輩とカーベ先輩はどうやって知り合ったんですか？前に難問に遭遇してさ、図書館で方法を考えていた時、ちょうど通りかかった先輩にいろいろ指図されたんだ。指図じゃと？指導といえ指導と。ふん、正直クシャルワー学院の問題にだと答えてやるつもりはなかったんじゃが、後輩の態度も悪くなかったからちょいとばかし具体的に話したまでのこと。わしは今はチロン派の学者じゃ。今度からは言語と文字に関する問題を聞きに来るといい。絶対にあの限定カードを手に入れてみせる。お前がスメールシティに来てくれるなんてな。アザールと彼の一派が失脚してからは教練院の雰囲気もだいぶ良くなったしね。最近は先生も忙しくって僕に説教する暇もないみたいだから、教練院に戻れと勧められることもない。だから最近はたまにスメールシティに来てるんだよ。ここは商業が発達してて、研究に使うものを買うのに便利だからね。僕を見透かせるとでも思ったかい？学院トーナメントを楽しむといい。忘れられないひとときになるだろうからね。このラウンドの勝者は誰になるだろうな。全部丸見えね。写真機を見て笑顔を保つ。優しい口調ではっきりした言葉遣いで注意するのってこれだけで大丈夫だよね。こういう試合を解説するのは初めてでちょっと緊張するな。ニーロはなんで特別評論員になろうと思ったんだ？スタッフから聞いたんだけど、参加者と解説者がみんな教練員の学者だと試合を見る人もかなり少なくなっちゃうんだって。そういうことは私にはよくわからないんだけどね。でもこうしてみんなと集まれる機会があるのっていいことだと思うんだ。君たちも招待を受けていたとは。それはこっちのセリフだぞ。お前はなんで特別評論員になったんだ？理由はいろいろとあるが、一番直接的なのは賢者の推薦だ。多分代理賢者を辞めた俺が暇そうに見えたから、この仕事をできる余裕はあるとでも思ったんだろう。まあ彼ら自身に聞けばもっと合理的な理由を返してきたとは思うが、例えば俺は冷静だから試合の公平を保証できるとかな。そうか、お前もいろいろ大変そうだな。しかし仕事自体は結構簡単だ。労力を費やすこともない。